秘境駅を残そうとする動きは宗谷線の他の駅にも稚内にある幕開駅日本最北の無人駅だ木造の駅舎が特徴的なこの駅も JR 北海道ではなく市が管理しているあと2年半でね100年をあの迎えるんですよここ皆さんの、えー、協力を得てね100周年をどうにか僕たちの力でね この海駅鉄道ファンに人気の駅ではあるものの一日の平均利用者数は3人を下回るそうしたことから廃止の岐路に立たされた駅を残そうと地元の町内会が中心となって始めたのがクラウドファンディングだとりあえずは僕らの力で、えー、集めて。 それであの僕らの威力を幸せと JR に伝えたいなって、うん、そういう気持ちでクラウドファンディングの目標額は200万円地元市だけではなく道内外の他の地域の人からも支援が寄せられた10月末までの5か月間で目標額を上回る238万円が集まった不安でしかなかったです 不安でしかなくてもう大体途中ぐらいからこうメッセージを読みながらね、えー、寄付していただいた人の気持ちを考えながらもうもうどんどん威力を湧いてきてただ先行きには不安も残る市は来年度は駅を残す方針だがそれ以降も維持管理を続けるかは決まっていないクラウドファンディングで集まった資金は 開業100周年のイベントや記念碑の制作に使い、残りは駅の存続に向け市に寄付する方針だ。周りの人がどれだけこのばっかり駅を大切に思っているかという思いをね、少しでも市長だったり市のね職員だったりに伝わっていればね、いいかなと思ってます。観光の面からも駅の存続は大きい。 駅の近くで宿泊施設を経営する男性は。駅って、本当にそこの街の顔というか、看板というか、出入り口というか、本当にそれをすごい感じてますね、ばっかりで降りたことによって、ここに来たという実感をすごい持っていただいている。 この街に来たぞってうそうですねああばっかりなんだなっていうその何もなさがすごい素敵何もないけれどもそこに何かを見つけてくれるんですよね皆さんね先生 VTR、はい、ご覧になっていかがでしたかええあのー 鉄道ファンの方って、うん、ああいうなんていうか廃線になるっていうとわーっとみんな乗りに来るし、うん、駅が廃止になるぞっていうとクラウドファンディングにもあの出資してくれるんだけれどもだったら普段からもうちょっと乗ってほしいなと思うんですよね、うん、本当のことを言うと。うんうん、でもも地域にととってて人の乗降数がが少ないとしてもそれが 何らかの観光資源だったりあるいはその地域の別の拠点になったりするんだったらばそういう形で駅を残すというのも一つの方向性なんだなと今回この VTR を見て改めて認識いたたししま例えばバッカイとか、はい、ぬかナンとかはもうある意味地元の人たちの足というよりは観光客で来ていただく方外から来ていただく方に、まあ、観光資源として見てもらう、うん、まあ駅そのものが目的地になるようなイメージ特にぬかなんなんかはもう日頃周りに住んで。る方 まあ、私も実際に行きましたけど住んでる方はほとんどいらっしゃらなくてですね、うん、あの見ていてもこの列車から降りてくる方乗る方ってのはまあやってはやぱりいないんですよね、うん、交通機関という役割ではないよねというのが、まあ、だんだんこうう、ね、はっきりしてきているそういう駅だという,ふうにあただあのおトイネップてあそこであの僕はこうゲストハウスを作って学生さんが運用してくれてるんですけど、うん、僕もともと全然そんな着なかったんですけど、うん、あの音稲プ村も撮り鉄ファンにとってはなかなかの。うん 魅力的な場所らしくて、ちょうどそのゲストハウスから2階の廊下がですね、ちょうど撮影のベストポジションで、<ー>人口600人程度の村なんですけどね、そのゲストハウスで年間1000人来るんですよ。すごい数。<laughs> 毎月ね40万とかそのくらいの売り上げ立って,てるんですよ。うん、そのゲストハウスで。うん、だからやっぱりうまくやれば観光資源、うん、やっぱ地元の貢献も大きいなっていうのは確かにそれ感じてましたね。 こうした駅って北海道内どのくらいあるんでしょう。ええ、あのまあ抜かない駅もそうですし、ばっかり駅もそうですし、まあこうしたこう自治体が管理する駅というのは北海道内に19個あります。うん、<あ>おお、19、はい。 でこのうちこの道北を走る今見ていただいている宗谷線の駅がまあ17駅ですので、うん、まほとんどがこの道北宗谷線に集中しているということですね、うん、では続いてですけれども実は道外では列車を運行する JR が主体となりまして秘境駅を活用しようという取り組みがあるようです。ご覧ください